では、あの時間ちょうどとなりましたので、ただいまからアイジェノミクス社のモーニングセミナー。始めさせていただきたいと思います。えー、よろしいでしょうか。はい、皆さん、おはようございます。えー、今日はですね、あの、スペインバレンシアからドクターカルメンが。講演に来ていただきました。あ、ドクターカルメン、レレあ、クジフリザラウミトイントリュースジャパニース。カルメン先生。日本。 ここででご紹介したいいと思います。ィィクスのバレンシア本社でサイエンティフィックディレクターのナンバーワンとして今ご活躍なんですが特にですねこのノンインベーシブの PGTA の開発にですねこの3年間非常に勢力を注いでこられまして3年この3年の間にですね非常に大きな今あの進歩がありまして今日はそのこの3年間の成果を皆さんにあのお伝えいただけるということでございます。 皆さんありがとうございます。ご紹介いただきまして、本日はこのセミナーにご出席いただきまして、ありがとうございます。肺の検査に関してのセミナーにいただきまして、ありがとうございます。本日は初めて日本でこのようなセミナーを開催させていただきます。ありがとうございます。 まず最初にご説明をさせていただきたいのがその人間の肺のその肺異数性性重要性ですたくさんのバイオプシーをやってまいりましたけれどもこれ私たちの分析の結果でございます。133のバイオプシーをやってまいりました。そして最初にです、ね、3日目の肺を バイオプシーしていくんですけれども IBF の患者様で高齢の方でですねこのうまく IBF ができないというような場合にですね人間の肺に異常があるという可能性が高いとそしてこれをきちんとできればですね5日目のバイオプシーで ですねえー、染色体異常があったということが分かりました。そしてその専門、えー、染色体の異常のパーセンテージがさらに高くなるということも分かりました。そしてそれはその肺から由来する異常だということが分かりました。カオティックなエンブリオですとか、えー、非常に。 黄色のラインですけれども3日目に非常に15%という高い頻度でですね見られますそしてこのカオティックの肺におかえましては6以上の染色体が異常が見られましたですから多くの染色体異常が見られましてこれが肺の発達に異常をたすというような結果になっておりますですから ブラストジス5日,5日目6日目7日目を検査いたしましてカオティックエンブリオのインシデンスは非常に低いということが分かりましたというのもこのカオティックの肺というのはそのブラストジス,ステージには届かないためということが分かりましたそして一つのこの異常の種類によってですねブラストジステージには届かないということが分かりましたそして ほとんどの場合ですねこれは原数分裂ということで3から5の異常というのが見られましてそして肺のいろんなステージ発達のステージでですねいろいろなこの異常というのが見られましたしかし このエンブリオのデベロップメントの間ではセレクションができない。なのでセルフコレクションということができないということが分かりました。そして、これが非常にリスクが高いケースということが分かりました。そして、これがなぜこの肺というのがリプロダクションにおいて生殖において大切かということの理由になります。いろいろな戦略を考えました。 この肺の中の染色体の数を調べるためですがこの染色体の数ですけれども30年前にこの研究が始まりました最初はあまり良い技術がありませんでした1993年に私は始めましてあの3日目のバイオプシーをやっていたんですけれどもこのフィッシュ法を使ってやっていました 一つのセルを微塗りしてそして現位ハイブリッド形成法というものを用いてやってみましたそしてこれはですね染色体の数が制限されていました3つしかできなかったんですけれども蛍光の技術がどんどんと発達してきて5、7とだんだん染色体の数が増えてきたんですねそして たくさんの染色体を検査することができなかったんですけれども、またさらに当時のこのテクノロジーは、デイ3のバイオプシーをやるときにはですね、気をつけないといけないと。 その肺をロスしないように気をつけないといけないそういったところが2010年まで続きましたそういった状態が2010年まで続いてそしてそのテクノロジーが発達しよりレギュラーなテクノロジーを小さな DNA に適用できるようになりました。シングルセリア セルに関してですそして大きな変化が起こりました1つだけの細胞だけでなく67のたくさんのセルをですね TE から検査することができるようになったんです非常にスピードアップしエンブ分量のイメージングもできるようになりまた RACGH や他のテクノロジー QPCR 等々を使いまして DNA の増幅をししていきましたあの独立してフィッシュで DNA を検査するのではなくて DNA を増幅させてコピーを作りそしてこのテクノロジーを適用しましたそしてアレイはうまくいき今5年になっています2013年から始まって2015そして次世代のシークエンシュテクノロジーが出てきましたまた このテクノロジーを使ってですね非常に重要なプラットフォームを作ることができたのですイルミナと呼ばれるプラットフォームそれはもう非常にうまくいっているテクノロジーですねこのプロトクをうまく研究しているためにはやはりこのテクノロジーを理解することが必要です。 プロトコルをきちんとに従ってやることが必要なんですけれどもシークエンスのバイオアナリティカルな方法ということでさまざまなラボで行われています。どのように増幅が DNA の中で行われているかそして何がノーマルで何がアブノーマルか何がそういったような情報をきちんと理解しないといけないんですね。なので次世代のシークエンステクノロジーに関しましてはさまざまなこの アルゴリズムなども適用されていまして何がアブノーマルで何がノーマルかということを正確に知ることができるんです当初はネクストジェネレーションのシークエンシングをコマーシャルのプラットフォームで使っていましたが昨年我々のアルゴリズムを開発いたしましてこれによって本当のアブノーマルそして何がノイズなのかということを突き止めることができるようになりました何がノイズなのかということを突き止めることができるようになりました DNA の数に 依存していていいはその陽性陰性陰ととうここが起こるからですやはりそれだけに頼っていては正確な検査結果が得られないということで PGTA のプロトイコールが過去2年間いろいろと開発されてきましたけれども非常に情報がきちんと診断できるようなレベルまでなってきています。そして次世代のテクノロジー が今手にすることがでできましたのペトロファクトルのバイオプシーそしてたくさんのリサーチいろいろな論文というのが出ておりますそしてこのしかしながらその結果というのはあまり成功例には収められていないんですねですのでこのバイオプシーを使ってですね この染色体以上の検査が正確にできることを嬉しく思っております。これはインベーシブの低しゅ低侵襲性のテクノロジーとなります。これは世界中でやってることなんですけれども、ここくにでバイオプシーをやりまして。これよく、え、最も行われているのが T. E. バイオプシーです。三、三日目ですね。 そしてある国によっては BTLFI 凍結ができないところでは例えばエミレイツなんかであれば彼は3日目でバイブ使用しなければいけないと思います。それこのやり方がで,はでも最もよくあるやり方です。5から8の t e セルを PCR にチェンジして持っていきます。例えばモノソミン16番というのがあればこれは女子のエンブリオなんですけれども。 フェミエアルの DNA で X が二つありますねこれはあモノスミ十六になっていますこれは非新種性のアプローチなんですけれどもこれは、えー、エンブリオを見つけるやり方の新しい方法なんですけれどもまず培養しますそしていつものようにやりまして IBF のラブでやりましてそれからそれをブラストシスを取って凍結します でその時の時のを取るわけですね普通でしたら捨てるんですけれどもその媒地を取りまして PCR チューブに入れましてそして NSG のプロトコルを応用いたしますと言いますのはエンブリオは DN1 を保湿しているということが分かっているからですこれは、えー、ノンインベーシブのプレンダタルテスティングと似ています これはマターナルブラッドでセキュリティーをしているのというセルフリー DNA もありますしかしながらエンブリののものもメディアに入っていいくととうことで,すですからこれが今プリナタルアプローチが今やっていることにとても似ています。 ア,スペスア,アプローチをプレナタルからプリインプランテーションに適用しようというものです。そして NSD をやります。同じエンブレオからのリソースなんですけれども同じメディアドロップを使いましてリソースは本当に似ています。ものすごく身につけましてこうやって見つけることができました。それから大事な質問なんですけれどもこれは新しいことなんでしょうか私たちは、うん エンブリオのセルフリーの DNA はあまり予想していませんでした DNA を出しているということはしっかり分かってはいませんでしたしかしながらこのエンブリオのセルフリー DNA がディテクトすることができるかということだったんです今ある技術でできるかということですねもう一つはこの DNA がディが 染色体の内容を表しているかどうかということが大きな2つ,の2つ目の質問でした。私たちの同僚がやりましていいレビューがありまして DNA の元となるものが IBF メディアに入っているということが分かりました。エンブリオをこういうふうにですりかず発育させていますと。 いいろろなことがあります例えば卵球細胞もありますしいろいろなものがあります細胞外の症状もありますしいろいろなものが周りにはあります特にデ D3 の時はフラグメンテーションがある場合は細胞自滅アポプトシスが起こってもいますですからここのところはキムラセールにつきましても 気をつけなけけなればいけません女子の X X がまますまたポーラーボディについても気をつけなければいけません。またどのぐらいの DNA がこ,こ,こういう細胞外にどのぐらいあるかいうことが分からないということです。また他にもメディアのコンタミネーションも気をつけなければいけません。IDF のやり やり方としましてはエンブリオを取り扱っているわけですからあの外からのコンタミネーションがないようにということをピペットとかいろいろなものからコンタミネーションがないようにしなければいけませんいろいろな可能性としましては DNA がいろんなところから来る可能性があります D3 の時にあります。えー、と次に TE の、T、のあ 肺のになった時にはもうあまり心配していなければいけませんけれども、えー、私たちが使っているプロトコルではあ乱球細胞について非常に心配しておりますこのコンタミネーションを心配しております次のスライドで申し上げたいのは去年の、えーえー、経験です えー、そのメディアから何が得られるかそれからプロテコールをうまく作ってそしてクリ,クリニカルテストに応用できるようにするにはどううしたらいいいかこととこがあります4年以上前に始めたことなんですけれどもまず最初の出版が、えー、人間の生殖に使いましたそしてこれは p o c を考えました。 最初はよく分かりませんでしたどうしてなぜ肺が DNA をメディアンにリリースするのかということを考えましたですから初めは懐疑的でした。しかししかながらテストをして DNA が本当にメディアに出ているかどうかというのを調べたいというふうに思いました。しかしながらこのパーテリティ・スタビリティにつきましてステレリティについての発表をいたしました。そしてリソースとプロトコルの内容についてお話をしました。最初のパブリケーションで出した内容なんですけれどもまず POC ですね。このパブリケーションの中ではリソースをメディアと。 とととココンンタクトトしたものロールと比べてみます、ね、DNA のが肺につけたものにつきまして肺をつけたものにつきまして高かくなっています。ということはエンブリオからの DNA が排出されたということを示しています。そしてそれからあの増幅の前と後での帰国もしております。それからまたマウスの中では 自己修正をしましてアニュープロイディの場合はそういうのはアポプトーシスを起こして DNA が劣化しそしてメディアに出てくるんだということがありましたしかしながらそういう考え方は人間がそういうアポプトーシスが本当に起こっているかどうかということについてよく分からないしかしそうではないと思ってましたしかしながらアニュープロイディがとても人間の方が高いということが分かりました。 50%以上の流産が染色体異常で起こっているそれが人間の場合ですですからそういう人間の場合はマウスと同じように染色体の異常が消えるということはないということが分かりましたそれからユープロイドのエンプロイドですからユープロイドのエンプロイド エンブリエのもそれからイス性のエンブリエルも同じ量の d n o をリリースしているということが分かりました。そしてユープロイドもアニ,ニュープロイドも両方同じぐらいを出しているということが分かりました。これには物理的な生理学的なメカニズムがありまして、ね、そういう肺の機能を持って違った エムブリオンのデュリッションのメカニズムで行っています。それからまたまた女子と男子でも同じ DNA を出しているということがわかります。そしてこの定量化が行われまして、52のメディアを使ってそれから17のメディアですね。これを研究いたしまして、そしてリソースを TE のバイオバイオシートメディアを比べました。でこれではエムブリオスコープというのを使っています。 25 5ミリマイクロリッターのメディアを使っています。でこれでメディアをコレクトしているのがデイ5です。いつもある一定の箇所でデイ5でコレクトするようにしています。エンブリオをクリーニングをしていません。普通のオペレーションの中ではクリーニングをしませんので、ここでもやっていません。 また、えー、補助ハッチングもやっております。これはこれブラシストのバイオプシーをやってます。そしてそれから10デーファイプの間にいろいろなことがあります。ですから MWO、えー乱球セルを取るようなクリーニングは行っていません。 でこ,の場合の1位率がこれであればがっかりしましたまた半分ぐらいが似たようなリソースだったということなんですけれどもこれで一律がこれだけ低いということはなかなか臨床には生かせないのではないかということで考えました。 また、ランプ Q セルの影響もあるのではないか、また、えー、フルなマタールコンタミネーションがあるバイアスもあるということです。また、あの部分的なマタールコンタミネーションというのもあります。これはインターミディエイトのプロファイルがないということになります。9%近いのが全く情報がなかったということです。じじゅえー、十分な DNA がなかったということによります。そしてこれは これではこういうリサーチをできないという続けられないというふうに思ったんですけれどもカルロスがプッシュしてくれましたそしてもしプレミナンスでこういうことが行っているで,で,で,でプラセントで起こっていることはエンブリオの段階でも起こっているはずだということでこういうことをいろいろやってきましたいろ,いろなリソースでいろいろな、えー、発表があり それからこのような結果が出てきますこれまではずっとエンブリオはあるいはバイオシップを行われてそのメディアを収集する前にされるんですねそして凍結させてそのメディアのコレクションの前に行われますそしてこの研究のためにカルチャーメディアはですね ブラッドセルキャビティのフルイドと合わせられるとですね85.585.7ということで非常に高い一致率が見られましたこの一致率が、えー、達成できるということはですね エンブリオを操作しなくていいということになりますので低侵襲性の治療ができます。しかしこれが本当に可能かどうかということこれはミニマルな侵襲性ということになります。というのはアシステッドハッチングということで補助負荷ということですのである意味でエンブロにタッチしないといけないということ本当にこれは可能かどうか全くその肺に触れることなくできるかどうか。 ということなんですけれどもそれが私たちの2つ目の研究で行われたことですまたここでしたきしたいのは重要なことといたしまして研究の中にはこの凍結とそれからのメディアをの結果を比較しています驚くべきことに知立はブラストシスのメディア との方がです、ね、高いといとうことが分かりました3つの例がありますこのスタディの中で一致率メディアの一致率凍結をされたものは82%しかしながらメディアの一致率は93約93%でしたですからメディアというのはフルブラストシスから DNA を得ているということが分かりました。 なのでこの2つのスタディ同じような角度が分か,り分かっております87%フルブラステシスが 96%96.8% ということで3つの今は研,研究結果が出ておりますつまりメディアというのは、えー、凍結のバイオプシーよりもですねよりたくさんの情報を含んでいるということが分かります ですからこの2つの研究を鑑みましてこのような新しい研究を立ち上げましたやはり当初から我々にとって重要なことは卵球細胞を除去するということこれは IBF でできます重要なことはですねやはりこの卵球細胞を除去する このファーテリゼーションの前後ですね、えー、きちんと細胞を除去するそしてまた IBF ラボでもレ通常ノーマルの時もやはりこれをキープするということですこれがすごく重要なことになります DNA のリリースというのはやはりここですごく活発に行われるんですけれどもセルの数というのはですね有刺の数というのが非常にここでは頻繁に行われますので Day4 では非常に特にこの洗浄というのが行われますエンブリオを個々に洗浄していきましてドロップにしますそして DNA コンタミネーション前日からのコンタミネーションを問いに除きますそしてその洗浄後にスモールドロップに分けます10マイクロリッターのドロップですねでこの小さな量でですね DNA のリリースを行うわけですこの量で まあ非常に十分に成功率にできたということが分かりましたまた何のメディアに対する何のコンタミネーションもなく良い結果が生まれました同じ日に30から40マイクロリッターを行ドロップを行いそして肺がこのドロップの中で順調に成長していきましたこのスタディをイタリアのヘナラというラボと 共同で行っておりまして肺はデイ5デイ6まで順調に成長しました中にはデイ7まで成長したものもありますそしてこの日程までですねそのバイオプシーに最適な日を決めるわけですもし早く成長したらデイ5でバイオプシーをやるとしかしながら肺が十分でなければデイ6まで待つと。 ですからその D5 と D6 の結果を比べましてどのタイミングが一番ベストかそしてメディアをコレクトするのがベストかというのを決めますそしてバイオプシーをするときにはですね補助負荷というのはやりません D3D4 ではやりませんエンブリオをバイオプシーの中に置いてですね なので、ま、全くこの,この状態ではですねエンブリオに触れることはないとそしてこの時にメディアを収集していきますそしてメディアを分析をしますバイオプシーを行うことによって凍結バイオプシーの結果ですね我々のラボではこのサンプルを分析するんですけれどもこの 結果は共有しません。我々がきちんとコントロールする。という立場にあります。で、I. B. F. ラボでは。この分子ラボではどういったことをしているかというのを、お話ししたいと思います。初期のスタディと比較して。この D. N. A. ミディの D. N. A. の本質の,のが変わってきまいりました。 ホーールルジェノミックアンププリケーションののロトコルというのを行っておりますそしてこの DNA を増やしていくんですけれどもこの既存のプロトコルではですね凍結のバイオプシーということをやっておりましてその電気エイドというのが見られますがしかしモディファイドプロトコル今私たちがやっているものですけれども DNA ほとんどのところに 見られますので非常に重要なことはメディアからの DNA はその電気エイドのバイオプシーと違うということです。アルゴリズムバイオプシーのアルゴリズムは DNA に適用されなければなりません。電気エイドのプロトコルではなくて私たち独自で開発をしたアルゴリズムというものを使っております。そして これによってですね、えー、以前のパブリケーションと違う結果が出ております非常に重要な点になりますそしてこれがリソースになりますパイロットスタディのリソースになりますこれは9月今年の9月にパブリッシュされました108のブラストシ数がありましてこれとメディアを比較しますその、えー、診断の情報量の率ですけれども 24がカルチャーされましてそのインフォマティビティ情報量の量ですけども81.8%あまりよくありませんしかしそれをハイを2日間カルチャーしますと100近くになるということが分かりますですから1日カルチャーしていくとその情報量が増えるということが分かりますまた一律率もデイ5でメディアを収集してみますと一ーセ63%しかしながら 最初の私たちの研究では30%だったので改善はしています2倍に改善はしております最初の研究でもメディアは Day5 で収集していましたこのコンンディションで 分子のプロトコールはコンコーダンスレート一致率は2倍になっています改善はしているんだけれども十分ではないということで Day6 で,でこれを収集すると一致率が84%になったということでこれは以前のパブリケーションと同等のパーセンテージということで非常に良い結果となっております全くその範囲に触れることなくきちんと洗浄して培養してスモールドロップで またコンタミネーションも除去しながらですねラボのテクノロジーを駆使してこのような良い結果を出すことができましたこのラボの中では通常のラボではこのようなコンタミネーションの除去は無理ですしこのような一律も難しかったのですがこのスタディ 新たたなスタディをやっておりました今4ヶ月間ぐらい経っております今非常にプレミナルな状態ですけれどもその異数体のバイオプシーということを研究することによってまた一致率もまた上がっていくのではないかというふうに予見しておりますけれどもこれはまだ分かりません。これは偽陽性偽陰性なんですけれども。 2.5% 8.5%のの性それから 8. 5の偽陽性という結果がありました重要なこととしましては中にはですねこの多くの染色体はノーマル非常にノイジーなプロファイルを持っているのでということが言われます。 こここの結果を改善すするるとととがができいいうことが分かっていますもし議員性がリスキーだったとしたら2.5%が受け入れられるというレベルだったらですね凍結のバイオプシーができるとそしてそうすることによって9798%までその結果を改善することができます。でですので 全てのエンブリをイナーセルマスで比べるとより良い結果が出るのではないかというふうに思っておりますでは次のスライドなんですけれども、うん、ラブで見たことの結果なんです私たちが学んだことをこの数年で学んだことですけれどもこの例では一番上なのは NDN を TE バイオプシーのプロファイルです。下はメディアのセルフリーのブラストシスメディアのものをですねですからシークエンスがどうなっているかってです、ね、クロムソーン12345とずっとなってあります。そしてこれが性接触体ですね。これは XY ですね。X が1つ Y が1つということなんですけれどもこれは一致したリソースになります。しかしなと TE バイオプシーとメディアが同じになったという例です。しかしか だから両方とも性ですねそれから次のケースですけれども、えー、TE バイオプシーがあって半分がマイナスが16染色体であります。それからセルフリンの DNA も16染色体でマイナスになっています。 デスカーティーバイオプシーでは男性そししてててこっっっちがフィーメールになってしまっていますで,ですからハンディさんとのいろいろ話をしましてこの DNA はポーラーボディから来ているんではないかというのはポーラーボディが補正的なものを持っていますのでですからこれがフィーメールあのまたは母親から来たフィーメールがあるかもしれない。こういう現象は あの次の研究で分かるのではないかと思いますがポーラーボディで見ている DNA はえ増幅にリアクションとしてしまうということになるかもしれませんしかしながら D6 にメディアをコレクトしますとこれが問題がなくなるということになります。 ですからこれがメディアをデク6にコレクトする理由その方が信頼性が高くなるということになります。そしてこれがアブノーマリティがトロフェクティ v i p プ s になってまたメディアの方は全くノーマリティがあるということなんですけれども。これは 違うクロモ様、あの両方ともアブノーマルなんですけど別のクロモ様でそれが出ているということになります。染色体の内容が違っている。でこれはパーシャルコンフォーダンスだというふうに言っています。こ,こっちが両方ともアブノーマルに出ているんですけれどもクロ染色体を見てみると違うということになります。これはかなりノイジーなプロファイルになっていますけれどもどのクロモ様が間違ったあのアブノーマルかわからないということなんですけれどもこれは。 DNA のもともとのリソースがーよくなかったということです。デグレードされてもそういうこともエンブリオンの中には起こり得ます。これは違うリソースだと思いますけれどもデグレードされた DNA ということだと思いますけれどもエンブレオンもこの場合はもうノンインフォーマティブ情報が分からないというふうに捉えます。最後は こ,これは一致しないリソースの話なんですけれどもこのシナリオの中では違うジェンダーが出てしまっています。TE のバイオフシーだったら男子それからメディアでは女子になってしまっています。ですから、えー、母親からのコンビニ、えー、母球細胞によるコンタミネーションが起こっているかというふうに思われます。ですからこれは フィメーメルフィメーメルの場合は、それを見極めるのが難しくなってしまいます。これはティーバイオプシーが女子で。しかしながらメディアは男子と出ました。この場合は。年ぶり。メールなんですが。ええー。ええー。 ですからその培養液を扱うによって非常に滅菌の状況でラブでやることがとても大事コンタミンを防ぐのがとても大事スキンセルとかあの唾液のセルからコンタミンが起こらないようにしなければいけないということですね、えー、あ無菌の状態でコンタミンを防ぐようにしなければいけないというふうになりますまた母球細胞の可能性もありますしかしれもまた他に はカルチャーのコンディションが良くないからコンタミンが起こるということもありますのでそこも考える必要があります。でこれをか考えてこの、えー、コンタミンのソースを考えるとリセプスをそういうふうに注意深くすることによってあのリソースを改善することができます。次は フォースネガティブとフォールスポジティブの可能性について述べたものですここにはっきりとした TBC のアブノーマリティがありますけれどもメディアは完全ノーマルですねこれは両方、えー、ジョーシーと出ていますフォースネガティブティはこのためで行われると思いますフォースネガティブを少なくするためには あ IBF のラブでの仕事の仕方を厳格にすることによってコンたミを防ぐことができるのではないかというふうに思われます。そして2つ目のケースなんですけれども、えー、TE バイオプシングではノーマルで男子それからメディアの方はノーマルしかしながらアブノーマルということに出てますとてもクリアですで、どうしてこのような異常が出てくるのなのかキュメラセルなのかグランニューセルなのかそれとも まあ母親からのこのためかもしれません。でエンブラー自身もカリオタイプ10番に、えー、染色体異常があります。ですこのテクノロジーが影響しているということがあります。モザイク現象が起こっているかもしれません。しかしかながらメディアを分析するときに もっとメディアを分析すればもっと情報が出てくるというふうに思います。このアイディアは今までのデータでサポートされています。で次のスライドでそのことが分かるんです。同じ出版物の中に29のシングルエンブリオトランスファーを調べてみました。これはいろいろなトランスファーの例なんですけれども。 TE IBF はメディアのことは分かってませんでしたので要するに TE によって実際のトランスファーを行っているんですけれども全ての研究が終わった時にこれを守ったまとめたんですね17のスペンドブラス要するに TE もメディアもノーマルだったということ。 で、これはこの結果はクリニカルなアウトカムはとても良かったんですね。50 52.。52.9%のプレねえ妊娠率がありまして、で全く流産もなかったということです。流産を。少なくすることがメディアを分析することにできるよってできるというふうに思っています。 もし両方がノーマル TE もメディアも両方の場合にはミスタルジーがゼロだったということなんですけれどもしかしながら高齢の女性の妊娠の場合は PGTA の場合は女性の年齢によっては行うことが多かったということをやりますけれどもですから母親たちは若い母親ではありませんしかしながらそのうちの12ページではメディアでアニュープロイドと出ました。 そしてこれの場合はウクレネニシは良くなかったその中で50%も流産率ができたとこの場合は TE では正常だったのにメディアでは異常と出たということです。ということは3倍低くなると,というこ,とになりますこれはま,まず初期の段階でまだケース扱った量は少ないんですけれどもこういうことを考えますと。 このパブリケーションで思ったのはメディアの結果の方がもしかしたら TE よりも良いコンコーダンスを持つかもしれないということです。ということはメディアの方があイドをもっとよく代表しているっていう可能性もあるということです。このことによってクリニカル天気を向上させることができるかもしれない体外受精を受けている方々の改善が認める 望めるかもしれなないいととうことなんですけれどもではこの DNA がどうやってどこから出てくるかということを知りたいというふうに思います。でまずは、えー、ICM から来ていますまたは栄養外配慮 TE から出てきますけれどもしかししっかりメカニズムが分かりません。DNA の複製のメカニズムがエンブリオの段階では違うそうです。ま、エンブリオの 複製の場合はフラグメントがもっとたくさん出てる来てるのかもしれませんまたプロフェッサルニコラさんブラちゃんと共同してやって,、まあ、やっていますけれどもその彼が言うにはチューブリンブリッジが関係しているのではないかということを言っています融資分離の後で何かが違うことが起こっているのではないかということなんですこれが起こっているということではないかということですけれども あのエンブレアの外に出てているあの DNA が出てるカットということなんですけれどもいろいろなフロロクロームが出ていてその DNA の動きダイナミックをしっかりわかりたいというふうに思っています人間の発生でどうなっているかということですステイニングを DNA に使いましてエンブレアは いいモデルにはなり得ないのでそれに関しまして改良していいイメージが画像で撮れるようにというふうに今頑張っているところです。ままた臨床レベルで言いますと シングル IBF センターをやっておりますのでこれを違うセンターに再現リプリケートしたいと複製したいと考えましたあの臨床的な目的でですねなのでこのためにマルチセンタースタディを立ち上げました同じようなスタディをやっておりますこの TE バイオブシの研究結果を比較してあるいはメディアとの結果と比較してそして ICM でもの結果 研究をしているようなセンターもあります、まあ、いろいろな国でやっているいられている研究ですけれどもあの中にはやっていい国と駄目な国というのがありますのでさまざ、あ、まな結果を比べてですね肺のクオリティもまた違えばその結果も違ってきますのでそういったものを統合的に研 比較して3000以上のサンプルを集積させてですねより良い理解をしようとどのようなコンディションが DNA をリリースするのに最適かとどのようなコンディションどのようなケースが最適かということを突き止めようとしておりますまた最後にこのスタディですけれども p t c a のペーシェントに関してやられ,やられている研究です。 というのもメディアとつまりバイオと TE バイオプシーというのを比べたいからですねしかし最終的には全ての患者様に状態の患者様に比べたいどのような種類の患者様にもこの研究を適用したいと思っております全ての患者様にこれを適用できたらその移植の率割合というのが改善できるからです。またこの 培養をそして TE バイオプシーこの結果を比較してどの、えー、エンブリオでですね肺が移植されるのが一番いいかどれが最適かということを決定できるからです。 我々は肺を廃棄しようということではなくてですねどの情報が最適なものかそれを突き止めてどれから移植していくのがいいのかということを突き止めようとしておりますイッチスタディをやっているセンターのマップになります TE それから培養を80% やっているその研究をやっているというセンターが世界中でこのようなふうに広がっております。そして1,300を超えるサンプルを集積して今これを研究しております。ケースこういった症例 IBF ラボの症例をモニターしてデータ記録されたデータを比較しております。また妊婦さんの状態も フォローしてですね流産の率ですとかまた本当に分片までですねこの状態を比較分析していくとまた1000以上のサンプルを今有しておりますのでこの来年初期には結果が何らかの結果が得られるのではないかと思っていますまたランダム化された研究ではですね レートは分娩のリーズはです10%以上ということでこれは IBF ラブでのレギュラーセレクションよりも良いということでスタディグループを立ち上げましたメディアを収集するんですけれどもリソースはレインということでモーフォロジーあるいはエンブリオのスコ失礼これがコントロールされたものですこっちがスタディグループで メディアのリソースとモーフォルジーのリソースまたタイムラボということをチェックしていきますそしてこのリソースがどのように違うかということを比べていって肺を移植しますスタディグループでは分類に基づきまして1000以上の肺を分析していますこれ一例ですけれどもメディアでは もしセルがアブノーマルだったら1つしか染色体がなかったらリソースは100%一致ということになります。TE と一致する。えまたあこれ次に80%。そしてクロモえ染色体がノーマルだったら実は減ってしますと。ですので。え 全染色体あるいは断片染色体があるかそういったことを比べることによってどの肺が最適な状況かを突き止めることができます。1000以上のサンプルがありますのでエンブリを3つのカテゴリーに分けましたグリーンオレンジレッドです。グリーンは一番安全なもので、えー、そので数帯の可能性が高い 90%以上がリスクが低いということになります。そしてこの中間的なものがオレンジ色、この肺が3から5の染色体以上があると。これはまあフォールスポジティブの可能性もあります。25%から50%ぐらいのリスクがあるということ。そして。 まずは緑、そして次にオレンジを移植したいというふうに決めれるんですね。最この優先的な順位を決めれると、移殖の順位を決めれると、そして一番リスクが高い赤色のものは5%しかその性倍数体ではない。残りはその異性異数体であるということが分かっています。で、このエンブ r y を廃棄するんではなくて きちんとこれを研究することでその移植の危険性を下げてまた流産の率を下げれるそしてノンインベーシブな低侵襲性的なその治療につなげていきたいというふうに考えています。ここの3つのつカテゴリーに分けることでその低侵襲的な 着床前のテストまあ研究というものが可能になりますまたこのようなカテゴリーがありまして5%以下のものをノンインフォーマティブというふうに呼んでおりますこれはモーフォロジーとして使う、えー、というふうな肺になりますこのノンインフォーマティブな肺というのは、まあ、まあ一般的にこの 肺板法の50%が異数性またその50%が性倍数性というものになりますのでこれがベースとなりますこのシステムを適用すればグリーンが少なくともグリーンの肺がまずシングルエンブリオトランスファーということで移植できます、うん、そしてそうするとですねやはり妊娠率が高くなるということになります そして流産率も少なくなると、これが私たちのビジョンでございます。この胚の選択という新しい技術を持って次の翌年にはですね、また新たなメディアの分析というものをやっていきたいと思っていますので臨床的なその診断の結果というものを改善したいと思います。セルフリーの DNA は増幅できると、そして。 NGS を使って分析できるそして一致率 TE バイオプシーとバイオメディアの一致率は84から85%も高く、うん、保つことができる Day6 で収集したらですねそして、えー、複数のスタディの中で一致率セルフリー DNA の一致率はですね TE バイオプシーよりも高いといとうことが分かっておりますこのノンインベーシブの低侵襲的なアプローチをすることによってエンブリオ肺を操作することなく異数性の検査が可能になります。また性肺数の可能性がある肺を廃棄することなくえきちんと正しい分類ができるということになります。皆様ご成長いただきまして誠にありがとうございました。 カルオスシモン先生にお礼を申し上げたいいと思います先生がこのスタディをプロモーションしてくださっておりますまたカルメン・ガルシアさんルイス・ハリオさんベーシック・リサーチ・スタディのニコラス・プラチャさんまたクリニカル・スタディのチームの皆様 が尽力くださったことによって IBS のアプローバルを得ることができまたすべていろいろなデータを分析することができておりますもちろんまた我々のアジナミックスの同様にも心からお礼を申し上げたいと思います皆様お時間いただきまして誠にありがとうございましたありがとうございました 非常に有益な情報を出す NAPGT というのは本当に将来的に可能性が高いと思っております。それでは10分間 Q&A の時間としたいと思いますが、ご質問はありますでしょうか今日は通訳の方もいらっしゃいますので、どうぞ、日本語でも英語でも結構だと思います。I am very impressed by your ありがとうございます最新の情報ありがとうございました特に一致率ですねこれがバイオプシーよりも高いというようなことで私の質問はアシストハッチングが必要かかどううとということです最新のパブリケーションではアシストハッチングは必要ないあるいは推奨しないと言っていますそのダメージが得られるためどう思いますか 我々のアプローチはアシステッドハッチングなしではつまりエンブリオを触れないということですのでエンブリオを IBF ラボで育ててそしてコレクトするときにアシステッドハッチングは行うことがあります。他に質問ありますか一律は n ージとトル TE バイオプシーの間は100%ですよね、エンブリオが 1, 回1箇所の染色体以上があった場合なんですけれども、それを赤のクライテリアのエンブリオよりもトランスファーすることもできるということをおっしゃったんですけれども、それを1箇所アニプロイドがあるエンブリオをトランスファーした場合は、 100%, 100一律があるということであればそれはアニュープリードのエムリオをトランスファーすることになるというこれはこれはリソース分析からも出,てきた出てきたのが100%のエムリオということなんですけれども線を分析した時はどうなるかということなんですが。 違うオプションが出ると思います。クリニシャン、ペーシェント、それからファーティリティのバックグラウンドによって違うと思います。か,かなり遅れている子連の,の場合はモザイク現象が起きている場合も同じだと思います。IBF をやらないことになると思いますけれども。 も,もちろんそういう場合はトランスファしないんですけれどもいつもエンブリオのバイオプシーをすることができますレスキューのやり方としては可能性があると思います国によってはバイオプシーそれから TE バイオプシーにファミリアのところもありますけれどもこのエンブリオを選んで TE バイオプシーをやって選ぶということもありますいろいろなオプションがあると思います患者さんドクターそれからカントリーによって違うと思われます 5分お時間ございますどのようにモザイシズムというのを突き止められるんでしょうかその手順でですね、まあ、良い質問ですねまあいろいろと考えてまいりましたこのモライシズムとメディアの分析についてですね リソースをチェックしていきます。三十パーセント、あるいは四十パーセント、五十パーセントのモザイク性というのを研究していきます。で最近、カセルム先生のペーパーで,です、ねあのまあ、同じ結果が出ているんですけれども、モザイク性をローレベルで見てみると、コンコールダンスのリザルトというのは低いんですね。ですので、五十パーセント、六十パーセントの診断がそのアブノーマルというふうに出ています。 なので1年半ほど前同じ結論を出しましたメディアがアブノーマルであれば50%以上のアブノーマリティが見られるとそのシークエンスのプロファイルを見るとそのコピーの数のバリエーションというのがですね0.5%ぐらいということが分かりますそのより低いレベルではまあアーティファクトの可能性がありますねですのでその先生の 同じような結果を見て非常に嬉ししく思いましたそのメディアにモダイシズムというのを持ち込んでないということになりますねノーマルアブノーマルというものをきちんとあのクラシファイ分析できる分類できるということが分かりますグリーンレッドオレンジにきちんと分類できているということですまたコンタミがわずかに含まれていたらあの 卵球細胞から含まれていたらですねそれは本当のモザイシズムを表しているとは言えないということがあります。これは本当にモザイク性なのかどうかということもきちんと確認しないといけない。なので非常にまあそのいろんなリソースをいろんなレベルで比較してある50%という敷地を決めたんですね。ありがとうございます。あともう一つ質問がいいですか <で>エンブリオの間の違いがあるというデータありますがストラクチャルグレードによる違いということです。例えばアポツポツのテセルは率が高くなると思います。ですからもしそういう2つのグループを比較なさったことがあったら データがあるかどうかということをそのエンブリオンのデベロップメントの違いですけれどもこの研究の中にエンブリオンクオリティというのがありますコンコーダンスのリソースを比較するというものがありまして 100, 100のセルがあったとしてそこの中で調べているんですけれどもイタリアのコリーがそれで結果をセルがブラストシストになってないということですね。 ですからペリビテリンスペースの厚みを今見ているところなんです。これがニュープロイディまたはコンプコダンスに関係あるのではないかというふうに思ってます。もっとエムリオを分析したいと思ってるんですがアポプトセスはメインメカニズムだろうというふうにも思ってます。私たちはメカニズム分かってなくて一つ一つだけ分かっているのは。 ユーニークな説明がつくわけではないんですけれども、いろいろなメカニズムのコンビで起こっていることだと思いますが、アポプトロシスはメインコントリビューターではないというふうふに思います。フラグメンテーションが高い、ローアップフラグメンテーション、ローアップリレーションプシップのエンブリオを調べてはいますで。これからのデベロップメントなんですね。うドクターカルマ カルマン先生その一致率ですけれども Day5 のスペントメディアは Day6 のスペントメディアよりも低かったですよね。その裁判法を Day6 まで培養カルチャーするべきでしょうかそのハッチする、まあ、タイミングですけれども Day5 の,の良い状態のものをハッチングしていくっていうのはどうでしょうかデイイの もののをマニプレートするのは難ししいんでしょうかそうですね、まあ、いろいろとそのことも考えてきました IBF センターとも相談をして、まあ、25以上のセンターとこの共同研究をしているんですけれども良いフィードバックを得ております。中には、まあまあ、複雑であると良いブラストシスが Day5 で、まあ、入手できたのだったら。 それをデイ6までキープするのかどうかという声も聞かれますけれどももしアシテストハッチングをデイ3でしなければあのエンブリオに全く触れなければデイ6ではですねあの完全にハッチするブラステシス配分法というのはないんですねなので100のうち3がアーリーブラステシスということで他のものはですねキャビテイトされていたりとかそういったクオリティになっています。 しかしながらまあ戦略的にデイ6のエンブリオではなくてデイ5、デイ8のエンブリオを収集した方がいいというふうに言っています。将来的にまあそのまあ最新の1日のうちの最新のものを収,入収集して IBF でまあ例えばあの午後とかですねに分析すると。 ラスト6スデイのものを比べるとそのエンブリオの年というのが1歳半ということになりますのでこのような方法が良いのではないかと良いブラシシズだけどハッチングしていないという状況がいいのではないかとラボではこの 多くのラボではですねこのようなベストソリューションを取られないということは分かっておりますので IBF センターから得ているフィードバックとしてはピックアップのタイミングを遅延させて Day6 まで待つとそれでビトリフィケーション凍結をするとそして朝に行うとでコンディションの上にメディアコレクション凍結などを朝にするとですね